日中笹川医学奨学金制度による第10期生51人が希望に燃えて来日し、その歓迎式典が4月2日笹川記念会館で行われました。日中国交正常化20周年にあたり、都市笹川医学奨学金県第10期生51名を迎え、歓迎式典を開催いたしますことは、私の最も光栄と喜びとするところであります。日中友好の促進と両国の医学医療の交流と向上を目指して、1986年8月、北京の人民大会堂において、笹川医学奨学金制度の調印を行いましてから、本年は6年目に入り、日本にお迎えした研修生も今回で500名を倒れることとなりました。この奨学金制度が順調に進み、予期切りした以上の成果を上げ、本事業の折り返し点に耐えたことを改めて皆さんに深く感謝申し上げる次第であります。第10期研修生51人を代表してヤンさんに認定書が授与されました。研修生たちは向こう1年間全国各地の大学や研究機関の指導教官とマンツーマンで専門分野の医学医療の研修を深め、将来の中国医療を担う人材として活躍が期待されています。日本で一番美しい季節、桜が満開のこの4月に第10期笹川医学奨学金研修生が日本に参りました。まず私は第10期研修生全員を代表いたしまして、私たちにこのようなチャンスをお作りくださり、第1期からずっと研修生の研究生活などいろいろな面にご配慮をくださった日本政府笹川記念保険協力財団日中医学協会の先生方に心から感謝いたしており、ここでこのような盛大な歓迎式典をお開きくださいまして、心から感謝の意を申し上げます。